今シャワー浴びてたんですよ。急に電気が消えたんですよ。でガスは繋がったって言ってたんですけど、この間ガス湯沸かし器も電気使うじゃないですか。だからもうお湯が出なくなっちゃってみたいな。電気つかないんですよ今。ちょっと暑いね。ま、ほんとなんですよこれ。やらせじゃないんですよ。よいしょ。つかないんですよ。無理かな、これ。つかない。つかないね。ね。換気扇回しても、もうつかないんですよ。ね、これさ、入ってるじゃないですか。ね、スイッチ全部。結構さ、テレパってますよ。でさ、冷蔵庫もさ、止まっちゃったじゃん。だから、アイスクリームさ、今さ、4個、結構入ってんだよ、アイスクリームが。とりあえず10時から電気屋さんがやるみたいなの。でさ、この間さポスト見たらなんか電気屋さんから通知が届いてたみたいで、見たらさ5月2日までみたいなさ。いや、なぜポスト入れねえんだよみたいなさ。何なのこれみたいな。普通入れといてくれればいいじゃないですか。で料金払うのにさ、なんか知らないけど郵便局預かりになっちゃってさ、局止めになっちゃって、何それみたいな。でほっといたらさ止まった時間7時40分。なんだよみたいなさ、どうするみたいな。クーラーかかんないしさ、ちょっと今暑いもんね。であと1時間半待てば電気屋さんがなんかやるみたいなんですね。こういう時もあるよね。でもね、でも初めてな感じだけど、2ヶ月じゃないの普通。普通、そのお客さんね、あれの、普通2ヶ月じゃない？ 2 ヶ月生まれじゃないの？